H&KPQS はドイツの銃器メーカーである H&K 社が1970年に開発した QX19mm パラベラム弾を使用する拳銃である。シグザウ LP220 とほぼ同時期に登場した。第二次世界大戦後に登場した新世代のダブルアクション方式の自動式拳銃としては先駆け的な存在である。H&KPQS は ドイツの銃器メーカーである H&K 社が1960年代に、同社発の QX19mm パラベラム弾を使用する拳銃として開発した H&KP9 を改良したモデルである。しかし、ダブルアクションの PQS に対して、本家の PQ は、メカニズムがシングルアクションであり、同年代に生産が終了したため、PQ の存在を知る者は少ない。 作動方式としては、拳銃では、珍しいローラーロッキング方式を採用したことが挙げられる。ローラーロッキング方式は、H&K 社の G3 自動小銃や MP5 短期間銃に用いられている作動方式であり、射撃時の反動が少なく、連射でも高い命中精度を保つことができる。反面、他の方式に比べて機構が複雑で、 故障の原因になりやすいという欠点もあり、拳銃で採用している例としては他にシーズ52があるだけである。また、ダブルアクション方式の自動式拳銃は、ダブルアクション射撃の際、引き金の引きが重いという欠点がある。PQS では、複雑な発射構造を採用することでこの欠点を解決し、ダブルアクション射撃は他に、例のない、 滑らかで軽いトリガーアプルを実現している。銃波の上部分、引き金直後の位置に押し下げるタイプのレバーが付いているが、これは外観、位置的に酷似しているシグザウ LP220 のデコッキングレバーとは異なり、撃鉄を起こすためのコッキングレバーとなっている。このレバーは PQS の撃鉄が内蔵式であり、直接手では撃鉄を起こせないために装備されている。なお、 PQS の試作1型は、激鉄が露出しており、コッキングレバーの代わりにスライドを固定する、ストップレバーと、フルオート機構を備えていた。PQS は、スライド上に安全装置を備えているが、これは、激震をロックするだけのもので、激鉄を下ろす機能はない。そのため、激鉄を下ろす際には、安全装置をかけた状態で引き金を引かなければ、ならない。また、 撃鉄が内蔵式であるために指で撃鉄を押さえたまま引き金を引きゆっくりと撃鉄を下ろすという手段も使えない。PQS の構造は他の自動式拳銃と比べても際立って複雑で部品点数も多い。内部はシートメタル製の部品が複雑に絡み合い精密な機械時計を思わせる。これは兵器としてはあまりに複雑すぎ。 よほどの知識と工具がない限りは日常を分解以上のことは難しくなってしまっている。PQS は西ドイツ連邦国境警備隊の一部に採用されたが、1976年に西ドイツ警察がより新世代の自動式拳銃である P5P6P7P8 を採用したため、広くは使用されなかった。ただし特殊部隊である GSG-9 では長く使用しており、 1977年のルフトハンザ航空181便ハイジャック事件でも S&WM66 回転式拳銃や H&KMP5 短期漢銃とともに本銃は突入隊員の主武装の一つとされた。また創設時に同部隊に留学生を送るなど支援を受けていた日本の警視庁特化中隊でも回転式の S&WM36 とともに 機関拳銃として用いられていた。また、アメリカ海軍のシールズに採用されていたことが確認されている。また、PQS には三転写機能を備えたものが存在する。マンフレッド・ケストン、ワルター・シュミ著・強ョヘコラーコッチ P47、P49 に記載ネビル2019、ピアニッシモ、156から192、伊藤2004、 ピアニッシモも91から97。ありがとうございます。